そう、今日お休みになったんですけど、なので今日一日お家の中にいて、顔がパンパンなのに今気づきました。今日メイク薄め、今ドスッピンです。今日まともに初めて顔見た自分のやばすぎ、やばすぎ。鏡の前にほとんど朝しか立たなかった気がする。いやね最近休み増えてきたねって、本当になんかね、一時期のことを思えば本当に今なんだろうね、自分に余裕のある生活をさせていただいていて、本当にもちろんお仕事がねあるのはありがたいことなんですけど、今はちょっと自分の時間、あ、なんだ、これに顔合わせに行かないタイプ。そう、自分の時間をそう取って、取れてというか、とても満喫というか、自分自身に余裕を持てるようになりました。いや本当にね、やっぱり休みって大事だよね。本当に何だろう、改めてな合わせに行かないからもしこれなんかそのさ、休みがさ本当になかった時、やっぱりこうね、頑張れるものもちょっと頑張りづらくなったり、この前髪どうしたらいいんだろうねとか、そういう何のために何をしているのかみたいな分かんなくなった時とかもあったので、やっぱり休みがあってこそのね、なんかお仕事頑張ろうみたいなっていう、なんだろう、ちゃんとした気持ちになる余裕ができたというか、そうですね、わがまま聞いてもらってるアリゲーターには本当に感謝です。うん、今はとても平和です。ありがとうございます。今日ひな祭りだけどちらし寿司食べたんで、お好み焼き食べた昨日お好み焼きとっても焼きすぎちゃって、生地作った分は全部昨日焼いちゃおうと思って焼いて保存してたんですけど、まだ余ってます、あと1枚いっぱい食べたんですけど、まだなくならない。お好み焼きパーティーじゃんです。お好み焼きの具は何入れたの？豚肉。そう、キャベツ千切りして、長芋すって、お好み焼き粉と混ぜて、で焼くときに豚肉ひいて、次は海鮮でやろうと。ちょっと前髪、これどうしたんだろうね、この前髪、この絶妙な前髪がとってもさっきから気になって、気になって長いんだよね、そもそも。ほら目に刺さっちゃう。誰かと食べたの？お好み焼き？一人寂しい、だから余ってんだよ
一緒に食べる人がいないから余ってるね、この家で。本当にもう調子乗ったね、ちょっと作りすぎた。開けてくださいよって。うん、あと1枚はお西はスプラトゥーンしながらおやつとして食べるのでダメです。そう、スプラトゥーンがさ、新しい武器とか増えてさ、ちょっと本当に前髪邪魔じゃない、なんかちょっと膨れるもんないかしら。髪の毛短くなってからさ、髪の毛のゴムというものがさないもんでさ、あ、これでいいじゃん。はい。無理やり止める。なんかピン止めあったから、なんかすごい絶妙。あ、視界良好でございます。JK の時そのサイズのピンでみんな前髪止められなかったって止めてた。このサイズか分からんけど、百均に売ってるピンクとか青とかのなんか隙間空いてるピン止めみたいな、あれ小学校か中学校ぐらいの時になんかみんなでつけてた気する。眉毛綺麗って、綺麗やろ。まあいい形ちゃう。そう、困り眉を頑張って強制した。困らない眉にした。あ、あ、胸ポケに刺してたって、あれがおしゃれやったよね昔。時代感じるって感じ。懐かしい。大西高校生の時から配信してたのって、いや、高校卒業した年からじゃないかな。18歳、19か、19歳の時やってる。6年前。そうだね、だから19か。高校生の時、そう、高校生の時からできたら、ん、2016年から17、18、18から。私は2014年に入りました AKB に。16歳。2016年10月からで、そうだね、19歳か。19歳になった途端じゃない、知らんけど。うん、そう、ケビに入ったのが16歳で、17歳になる代だったので、そうそう、わりかし早かったんですよね。AKB 始まってから、わりかしすぐね、2年ぐらい経ってからか、始めたので。そう、そう思えばね、だいぶ早い段階から始めているよね。おもろいよね。だってさ、そう考えたらさ、19の時からさ、毎日毎日配信してるってことやろ。やば、怖。そう考えたらえげつないね。やめてよ、そんなことを急に実感させるの。怖い怖い。やば。
やばくない？今年26になるんですけど、おにし19の時からやってんの、怖っ怖っ、怖いよ、すごくないんだよ、怖いよだって何ねえ、いやー怖っ懐かしいね、なんだかんだ配信続いてるよねって、ね、卒業しても続けてねってそれはどうかな、どうなんだろうね、芸能をさそのまま続けるってなったらもしかしたらやるかもしれないけどね、芸能を続けないってなったらもうやんないからね、そうねこの人絶対やらないよって、まあ多分絶対やらんやろねそれはそう、そうだよ、一般人としてやってくださいね、やんないよやんないよ、やんないと思うよ多分、期待しないでないよ、ショールームしないと寝れないとかなんないってなんないと思うAKB やめたらでしょ、今はなんだろうね、あショールームしやなってなるけど、エキビやめたらの話でしょ、でなんたらやんないよ（笑）おもろいね、うん、当分違和感はあるやろなって、いや多分ないこんな6年ぐらい続けててないとか、そう、あん時も思ったのよ、それ大西ショールーム配信始めね、もともと5時30分からやってたんですよ、あの朝のね、それを2年ぐらいやってて、お仕事がすごくありがたいことに忙しくなってきて、でちょっと5時半の配信をやめて、なんか今後ちょっと自分の自由な時間、できる時間にやりたいと思いますって言って、うん、でその時もうわなんか違和感あんねやろうなって思ったら、もうぐっすり寝てたからね次の日からなんでそううわよう寝たわと思ってそう、でもそんなもんなんですよね多分、おもろいよ、めちゃめちゃ快眠した気がする、朝弱いからってさ、朝弱いのよ、そう、そんなこともあったな、懐かしい、毎朝って、そうね毎朝寝てたね、毎朝寝てたね、じゃあ毎朝配信してたね、お配信時刻告知してほしいよってそんな告知したところで、あのそんな大した話できないんだよ、おにし本当に何の話もできひんからさ、うん、結局毎日どっかしらの時間でやってるので、うん、気が向いた時にたまたまこう時間があったらとか、よかったら見に来てください、
間通りに始めれないって。いや告知したら私時間通りに始めるよ。自慢じゃないけどちょっと早めたりとかもしないからね。そうなんです。告知したらしたらでね、お西はそう時間守る人間です。そう前は755にも通知してた、ね、755難しい。そう、そう告知したら、そう時間ってね、なんだろう、その告ショールームにも限らずなんですけど、そうなんだろうね、時間なんだろうね、集合時間とかもさ無駄に早く着いちゃう人間なんですよ。そう、うん、人と遊ぶ時の時間を守るの人と遊ばないからなどうなんだろうね、人と遊ぶ時か、人と遊ぶ時時間守る、いや守るとは思うよ人と遊ばないからちょっとあんま最近のあれとかわかんないんですけど、うんそうね、なんか休みの日とかに何日か前からとか1週間前とかにこの日遊ぼうって言っといて遊ぶことをあんましないんですよ。こうね場面で行くというか、お仕事とかレッスンとか行ったりとか、その後になんか時間あるとかなら、あここなんかちょっとどっか行こうよとかなるんですけど、そう大西遊ぼうっていいよ、スプラトゥーンでもいいならいいよ。と分かればその日までそれが引っかかってなんかやだって、なんかね、なんかなんだろう、なんだろうね、難しいよねこれって5時半配信の頃からすれたなって、すれた大西25だもん、そんなもんだよんすれた、大人になったって言って、大人になったすれたって人聞き悪いどなになったって言って、まあでも遊ばないのはもともとなので、まあでもホテルの時それこそなんだろうね、5時半の配信とかしてた時はさ、あの時はホテルで暮らしていたので、そうメンバーともずっと一緒だったので、ああいう時とかは遊びに行ったりとかしてたけど、一人暮らしの家になってからは本当に遊びに行かなくなっちゃったね。そうね、だから家から一歩も出たくないって、そう休みの日はもう一歩も出たくないの、なるべく。そう泊まりに来るぐらいかなって、そうね、メンバーに泊まりに来てもらうか、そうね、仕事終わりとか仕事の合間にちょちょっとご飯行ったりとかするぐらいかね。家で何してるんって、寝るかゲームするかご飯食べるか部屋掃除するかみたいな、本当にでも気分で
かそうな格好だねって。あったかい、これめっちゃお気に入り。少年やないかって、これ少年なの、この生き方。ただのインドアなんですよね。家でお菓子作るって菓子作ってどうすんのこんなん言うからすれたって言われんやろね。お菓子作ってどうすんの、おじで。どうすんのお菓子、おい、そこまでこうお菓子をバクバク食べる人間ではなくて、なら飯を作りますお菓子の代わりに飯を作ります。ご飯は作ってます、自炊してます。ほら女子力、ほら。好きなご飯は何ですか。なんだろう、肉じゃが。自分で作るなら肉じゃが好きかも。と牛丼、オムライス。うまいものはあんまりって、食べる時もあるけど、アイスぐらいかな。お風呂上がりにアイス食べてみたいなのはあるけど、フルーツとか、フルーツは好き。昨日いちごがとっても安くてですね、買ってきて、いちごめっちゃ安かったの、498円とかで、安いからまだそんな甘くないんかなと思ったらめっちゃ甘くて、まだ半分残ってるかな。そう、後で食べる。どこのいちごって、茨城のいちごだったかな、茨城。そう、高いなって。いや、なんか大西が見る最近のいちご、全部高かったの。安くて700円みたいな、普通のやつが900円ぐらいで、ちょっと高くて1200円とか。だから400円台と思って買っちゃった。いちご高いんだよね、本当に。いちごはそのまま食べるのって、そのまま食べます。でも練乳かけたのも好きです、わにし。練乳かけるのも好き。でも大体はそのまんまかな。そう、そのままが好き。いちご狩り行こうよって、行きたい、本当に行きたい。人生で一回も行ったことないいちご狩り、本当に行きたい、本当に行きたい気持ちはある。本当に行きたい気持ちはある。誰かお仕事くれないかな、いちご狩りの。いちご狩りのお仕事くれないかな。いちご狩り、いちご狩りのお仕事待ってます。プライベートで行けって話やな。なんかでも何でもいい、狩りに行きたい、狩りに行きたい、狩りに行きたい、果物を狩りに行きたい。
うん、そう。あと何狩りがいいんだろう。桃とかだったらさ、こう皮を剥かないといけないっていうのがあるじゃない。だからなんかそういうもうそのままパクって食べれるのがいい。ブドウとかいいよね。マスカット、シャインマスカットとか最高じゃん。サクランボいいね。サクランボ、あ、ブルーベリーも大好きよ。西ブルーベリー狩りは元が取れるらしいよって。確かにちっこいもんね。いくらでも食べれそう、ブルーベリー。昔ブルーベリーの木あったな、あの家に。ブルーベリーがなってる木とサクランボがなってて、どっちも食べ放題だった。そう、蒸しって食べてた。そう、最高よね。今考えたら、今ね、よくよく考えたら、 もともと一番最初に住んでたお家マジで楽園やったと思う。イチジクじゃないわ、なんだっけあれ、なんだったかな、ザクロ、ザクロの木があって、ザクロ、カキ、カキ、カキ、サクラ、ん？ボウ、ブルーベリー、夏はスイカとか。そう、そう、ザクロ食べてたので、ザクロ食べてた。だからあのお友達とかお家来たら、そこのお家にめっちゃザクロ、はい、あげるって言っておすそ分けしてた。誰が手入れしてたの？おじいちゃんとおばあちゃんがやってた。そう、今考えたらなんて贅沢だったんだと思う。そう、ザクロめっちゃだから好き。そう、一緒に住んでたんだ。そう、パパの方のおじいちゃんおばあちゃん、パパの方のママとパパっていうかな、そうの方と一緒に住んでたので、ザクロ食べたことないと。美味しいよザクロ。大人になってから本当に食べなくなっちゃったから、あんま見ないんだよね、なんかスーパーとかに売ってるのも。そう、甘いのって、甘じゅ、じゅ、甘じゅえって甘酸っぱいみたいな。うん、美味しいよ。ほぼ見たことないってね。なんか珍しいんだね。なんかお店はそのお家にずっといっぱいあったからさ、なんかそれこそ普通にある果物って思ってたけど、今思ったらなんか珍しいんだね。やばい、もうそろそろ時間か。うん、美味しいんだよな。久しぶりに食べたい。もうさ、急に話変わんねんけどさ、おととい、おとといからさ、この話したか、花粉やばくない？もうさ、えぐいよね、急に。もう朝鼻ズーズーだったもん。えぐいよね、目もかゆいし鼻もやばいし、くしゃみ出るし顔かゆいしみたいな。
急に来たねって、急に来たよね。なんか今までもさ、なんかあったのよ、予感というか、なんか顔かゆいなみたいな、うわちょっとムズムズするな、みたいな、あちょっとくしゃみ出んなみたいな、そんな程度やったのに急になんか本気出してきた。マジで、なんか寝転んだらさ鼻めっちゃ詰まるからさ、昨日は寝れたんですけど、一昨日ほんと全然寝れなくて、うん、杉を切りに行こうって。ねえ、杉の木って日本にどのぐらいあるの？まあでも森林伐採、うーん、あんまりね、よくはないもんね、緑が減っちゃうのは。うん、でもそのさ、花粉の部分だけをこうねえっていうのはあんまよくないのかね。あ、山の木はほとんど過ぎて、あ、そりゃちょっと厳しいか、それはちょっと緑がなくなっちゃうからダメだな。杉じゃない木を植えたらダメなの？ねえ、ちょっとね、杉だけはちょっとやめ、虫が、うん、そうね、ちょっと杉、うん、難しい問題だな。まあ何にしろ花粉は飛ぶか、杉じゃなくても。ビタミン D がいいらしいよ。あ、本当？ビタミン取ればいいのか。じゃあみんなで頑張ってビタミン取ろう。終わんなきゃ。でかい。はあ。よし、ということで。じゃあランキングの方は1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が今日いもものせっくもものひさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がさとちアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がライオマルさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がつばささん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がおやちゃん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございました。本当に皆様もありがとうございました。そして最後になりますが、あの61枚目の AKB48 のシングルのお話し会と、オンラインお話し会と個別お話し会完売が出てたみたいで、ありがとうございます。嬉しい。そう、今回は多分他のメンバーより私出る部数が少なくてですね、そう、あの何かと舞台だったりかな、舞台だけであれ被ってるのかな全部。そう、舞台とかがこうドーンと多分その期間に被ってて、そういつもより多分減っちゃったんですけど、そうで今回から多分振り替えがないみたいな、そうっていうのであれだったんですけど、そうなので、よければぜひぜひ、前回よりは買える部数が少ないよ、になってるので、よかったらぜひぜひたくさん来てくれたら嬉しいなと思います。そうなんだ、そうなのって、多分振り替えが次のあれないみたいな、知らんけど。まあなんかわかんないんですけど、あ、やばい、終わっちゃうね。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？
でもやっぱりそこはせーの、のまいろん。はい、ありがとうございます。奈良県代表の鬼島まかでした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。あぶねー、12時だもう。おやすみなさい、いい夢見てね。明日は振り返のお話し会です。楽しみにしてます。じゃあね、おやすみなさい、バイバイ。